ったことに責任持てよ。くだらねえ子供みたいなこと言って。リアルに原付戻ってきて配信しながらウーバーやらんねえ。仕事しないよ俺。せん。やだもん。ただしたくないだけ。なんか仕事仕事うるせえな。うちの放送ぐらいか。仕事仕事言ってんのって。配信で稼げない配信者たちもいるじゃん、投げ銭があっても。それでも仕事仕事しろなんて言ってるところねえもんね。うん、そう、できる仕事もないしね。うん、心配？いいよ。小さな親切、大きな世話だ。言い方悪いけどな、佐野貞之な。ただ配信は継続してね、やっていくんで。はい。皆さんと俺はね、俺は放送やってみんなが来てくれればいいし、みんな俺が放送やってくれればいいじゃん。それだけだから、まあ、放送はね、継続的にできるように、維持でもしますんで。あと20年を配信。46、56、66。66。それぐらいのリスナーさんばっかなんの？放送してくれるなら仕事をどうでもいい。俺もそうだもん。これ同じだと思うよ。アリー、アリー、お前ブッシュマン。配信しながら仕事続けろ、うん、仕事しろ、しないよ。しないって言ってんじゃん、仕事。働かないのは自由だけど、さっさと。だから払うよ、払えるようになったら。だからさ、あなたに滞納してるわけではないじゃん。だから、その、小さな親切、大きなお世話多いよ。払えるようになったら払えますよ。配信見てたら一日終わった。お疲れさんです。ありがとうございます。払えるようになったら働けよ。舐めてんの。何を舐めてんのかわからないけど、なんでそんな喧嘩腰なのかもちょっとわからんな。なんで、そのさ、そういう話し方しかできないのかね。リスナーのアドバイスを真剣に聞け。うん、配信を継続するために、配信が良くなるんだったら、その意見っていうのは聞くけど、僕の私生活でどういう風にこうやって生きていくかってことに関しては、別に口出してもらいたくない。言い方、ちょっとね、強めだけど、小さな真実大きなお世話なんだよ、俺からすると。俺配信続けられればいいから、配信を続けられて別に仕事もしたくないから、その上で。あ。フェイフェイありがとう。ナムル。やった。あざす。少しですが、ありがとうございます。ありがとうございますね。依存症ちゃん。聞いてる人間に配信者の仕事の有無は関係ない。うん、関係あんのかね。うん、その言うことがないんだよきっと、うん。言うことがなくて、もうそういうことでしか叩けない。結局俺が何か問題なことをさすることでもないし、だから。もうそういうことしかないね。過去の発言やら、過去にやってきたことやら、もしくはなんか仕事しろとか、そういうことしかないのよ。言うことが、叩くことが。そりゃそうだろ、ここに年がら年中座ってるだけだから。うん、いつも配信楽しませてくれてありがとう。いえいえ。
まあ、今日ちょっと長い時間やってるからね、放送ね。エミリーいらっしゃい。さすまたもいらっしゃいね。明日はフェフェ入れる。ありがとうございます。だから、あれでしょ、多分さ、そういう風に文句言ってる人って、多分さ、放送を見る見ない関係なく自分は一生懸命働いてんのに、こいつはノーノーと生放送で楽しんで、ね、やってることが気に入らないんだと思うんだよね、きっと。だってそれぐらいしかなくない？本気でそれを思ってるならだよ、書いてるのならば、それぐらいしかないだろう。正直。俺別に配信で別に食ってくことはできるもん。死にはしないよ。アドバイス。だから聞かないんだからしょうがなくない？聞かない人間にアドバイスしちゃってしょうがないじゃん。俺はこういう方針でやっていきたいよってなったら、その方針で物事を考えていくのが、考えていく方がいいんじゃないですか。なのに、その、親切のおけ、ね、親切の押し売りみたいなことをしてって、俺は聞かないぞ。聞かないから頭に来るんだろう、ただ単に。無理だって、それは。何かの不満か。でも家を追い出されたら食っていける。だから行けるから大丈夫だよ。質問だな。さらった時ね、そんな心配しなくて平気やれるから。絶対の自信があるよ。絶対の自信がある。無理でも社会人みんな働いてますよ。それはあなたが働かなくてはいけない環境だったりとか、な、自分の生活のためでしょ？家族を持ってたりとか、家族のためだったりとか、自分のためでしょ？そうじゃない？それを自分の都合で働かなくてはいけない状態になるにもかかわらず、それを俺に同じように押し付けるなという話をしてるだけ。でね、匿名さん、かっこ悪いからやめた方がいいよ。どんだけ滞納してんだよ。何が働きていけないんだよ。あ。文字にすると滑稽だよな。それをなんか声に出して言うと、何が働きたくねえ、ね、どんだけ滞納してんだよ。何が働きていけないんだよ。あ？だろ？それが文字だと、どんだけ滞納してんだよ。何が働きていけないんだよ。あ。やめた方がいいよ。マジで。俺が声に出して作るからな、それはわかるけど、文字マヌーだよ、マヌー。マヌケな。ほんとに。ほんとにな。しょうがない。働くのは国民の組？ああ、それね、調べてみ。お前大学出てないな。大学出てる人はね、大体ね、その働くことの国民の義務の意味が分かってるんだよ。俺教えてもらったから、そういう、その人、ニコ生でね。その皆さんの普通と、皆さんの普通というものと僕の普通は違う。これでよろしいか？だから皆さんの普通が当てはまらないから、その普通を僕に言われても当てはまらないんだよ。これでいい？まあ、そんなところか。だから言われても聞かない。皆さんの普通、世の中の常識なんだが、匿名、ごめんな、ちょっと毒吐いていい？
匿名ごときが常識語るなよ。自分の名前も出せねえでよ。自分のネット上の名前も出せねえで挨拶もできねえ人間が、匿名ごときがな。何を常識語ってんだ、バカ。社会常識語ってんだ。これネットなんだけど。勘違いすんだよ。生きてる世界が違うんだ。お前ら社会で生きてんのかもしんねえけど、匿名のな雑魚どもよ。ああ。勘違いすんな。こっちはネットで生きてんだ、アホ。世界が違うんだよ、アホ。一生懸命な。一生懸命8時間労働してよ、頑張ってよ、な、小銭稼いでろ。な、俺にはチャンスがあるんだよ。な、一日に何十万何百万って稼げる、そのチャンスもねえだろ、アホ。うん。フェイフェイありがとう、マムル、あっあっ、あっす。あ、乗るだけいらっしゃい。配信者ドリームをつかめるかわかんけど、まあ楽しくやで。俺がね、自分でやりたい時にやって、楽しくて、あっちからあれやとね、楽しくやってて、ね、それで、ね、結果お金が入ってくんでしょう。皆さん、働きたくねえのに、へいこらさっさ。ああ、明日仕事か、やだな。来て、寝て、ああ、体足りない、行くか、来て、いやいや仕事してんでしょ、一生懸命8時間労働して決まった金額で。うん。それをいちいちさ、俺にぶつけてくんなよ。ストレス溜まってんのかもしんねえけど。ごめんだけど。バカにするのもほどほどねって言ってるけど、お互い様じゃね。俺バカにしてる人間って、俺のことをバカにしてる人間をバカにしてるだけだって、それ以外の人間、ロディとかさ、そういうね、普通の匿名さん、大黒神とか、そういう人間バカにしてないからね、バカにしてるからバカにされるんだから、それを気づかないことに問題があるんだと思うよ、人間としての。マジで。気づいた方がいいよ。